熊谷営業所伊勢崎営業所国際中央交通株式会社は埼玉県北西部及び群馬県伊勢崎市を中心に営業している東部グループのバスタクシー事業者である乗り合いバス、高速バス、貸切バス及びタクシー事業を展開している東部グループの企業である同じく東部グループの朝日自動車株式会社によって事業を統括されている 埼玉県熊谷市の国際ハイヤー株式会社と群馬県伊勢崎市の中央自動車株式会社が2004年1月1日に合併して誕生した。埼玉県、群馬県よりバス事業者として指定地方公共機関に指定されている。国際の名は国際工業から事業上とされて国際ハイヤーが発足したことが由来であるがその後東部グループ入りした。 重大の由来は不明。熊谷営業所所属の3010号車をモデルとして、トミーテックの全国バスコレクションシリーズの JB075 国際重大交通が2020年3月に発売予定となっている。熊谷営業所は旧国際ハイヤー本社、伊勢崎営業所は旧重大自動車本社である。案内所、タクシー乗り場等設立当初は本社を 東京都墨田区押上一丁目一番二号都市、熊谷営業所を国際事業本部、伊勢崎営業所を中央事業本部として、旧社の事業を統括させていたが、事業再編が進み、国際中央交通公式サイトや東武鉄道、公式サイトの東武グループ一覧などでは、存続会社の旧国際ハイヤー本社である、熊谷営業所所在地を会社所在地として案内している。 詳細は、国際ハイヤー遠隔、中央自動車遠隔、国際中央交通、熊谷営業所遠隔、国際中央交通伊勢崎営業所遠隔、及び、両毛観光バス遠隔を参照ここでは、国際中央交通公式サイト会社案内ページ、内の会社遠隔をもとに記載、旧国際ハイヤー株式会社から連続する形となっている。 乗り合いバス車両高速バス車両観光バス車両立証大学地球環境科学部地理学科交通地理研究室が主催しファンイベントを2016年から2018年の3年間にわたり毎年11月頃に開催されていたイベントイベントではバス車両やワンマンタクシー機器などの展示と国際中央交通に関するパネル展示配品 限定グッズ販売などが行われる。主催期間内の国際獣王バスフェスタ、実行委員会が運営を行っており、国際獣王交通は特別協賛の形をとっている。また、フェスタの前に国際獣王交通フォトコンテストも開催しており、国際獣王交通選出、研究室選出、熊谷市選出、国際獣王交通フォトコンテスト委員会選出の 各賞が表彰されるとともに、写真がフェスタで展示される。会場の関係上、熊谷氏が講演しているが、伊勢崎営業所、旧中央自動車の写真も応募可能となっている。BJ エディターズ、BJ ハンドブック R54 四サ日自動車、BJ エディターズ、2005年1月1日、ISBN4 から434053221、BJ エディターズ、 BJ ハンドブック R52 東部バス、BJ エディターズ、2004年5月1日、ISBN4 から434040723、ありがとうございます。